本日も始まりましたスポーツグラデーション。この商品にアシストメインパーソナリティの三好誠です。この番組は今巷で話題の商品をトークでアシストしていくバラエティ番組です。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、このシリーズ僕大好きですよ。なんかこれ以外にもなんか三角こんなこう白に包まれたやつとか、ありますよね。バリバリって言ったらバリバリって落ちるやつ、さっきも食べました。さっきさっきも食べた。どんなお菓子屋、いやお菓子屋さんやったらこれが家にあるって。こうやってバッてバリバリって落ちるやつ、ルマンドかな、ルマンド、バリバリってバリバリって落ちるやつ、ルマンドかな、はい、ルマンドとかもあります。このシリーズ美味しいですよね。はい、ということでちょっとじゃあ簡単に自己紹介お願いします。はい、ひろとみりなと申します。俳優と歌手とイベントやってます。よろしくお願いします。お願いします。自分でやってることないんだから。SNS 広報戦略を行ってます。お願いします。お願いします。はい。千織です。旅人インフルエンサーしてます。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい。奥井愛です、美容師と美容サロンを運営しております。よろしくお願いします。お願いします。そろそろ髪切りに行きたいんですけど、はい、どうしたんですか。そのどこやったっけ場所。恵比寿です。恵比寿か。恵比寿と心斎橋と。心斎橋。めっちゃ大阪。僕今週大阪やから心斎橋泊まるんで。え、います？今週。末ですか。今週。週末ね。そうそう、週末。東京です。何やね。心斎橋に泊まるんで。あ、本当ですか。パッと行ってね。うんうん、ね、パパ。駅1分なんで。あ、そうなんですか。どこ、何口ですか。5番出口です。5番出たら大丸とか、僕大丸の前に泊まるんですよ。めっちゃいい。前のホテル、空港のやつですか。空港じゃないです。航空会社の日光。日光じゃないです、逆側の、あれ通り沿いです。心斎橋筋通り沿いのホテルです。はいはい、いっぱいありますよね。いっぱいあります。あの日いっぱい、はい、あの引っ掛け橋のもうちょっと手前の、はい、わからないと思いますけど、まあでも行ってもいないでしょ。いないです。え、でも弟子みたいないるの。あ、紹介できる人います。紹介できる人、はい、紹介できる、はい、行った方がいいですかね。どうしてですか。そうですね。なんかあんまりそうですか。いくらぐらいなんですか。でも東京よりは絶対安いと思う。新坂市、はい、いくらぐらいですか。4,000円ぐらいじゃない。あ、そんな安いの。安いよね。男性は安いか。いや、誰に切ってもらえる。男の人どっちがいいですか。ちょっと無理です。本当ですか。でも、なんでどっちの方がいいと思う。女性の方がいいじゃない。え、なんで知らないですけど。いや、知らないで、なんで女性の方がいいの。いや、男性の方がなんか喋れるって変やけど、うん、なんかこう、気持ちが分かり合いそう、はい、あ、な気がしますけど、女性やったらなんか合わへんような気がするぞ。思いが違うから。あ、思いが違う、なんか変やな。そのなんかね、やっぱこう、考え方が全然違うじゃないですか。なんかどっちに好まれたいかによりますね。え、どういうこと。なんかやっぱ異性の方が、はい、なんかモテに。確かに。男性と女性のかっこいいが違うから。そっかそっか。じゃあ女性に切ってもらった方が女性にモテる。そうそう、男性に切ってもらったら男性にモテるってこと。同性にかっこいいって思われる、うんうん、それよりだって普通は異性にモテたいよね。うん、うん、まあどっちなんかなと。異性じゃないですか。まあ、わかんないですけどね。はい、あ、そっかそっか。でも金額は一緒なんでしょ。男性に来てもらうことですね。そうですね。ほぼほぼ一緒だと思います。そうですよね。え、髪の洗ってもらったりできしてもらえるんですか。もちろんもちろん。でもそうなってくると女性の方がいいかもしれないね。うん、そっち系は。うんうん、そっち系は。そっち系は。アシスタント女性にしたらいいですか。いいですね。そんなもできるんですか。あ、もちろんもちろん。シャンプー指名とか全然できます。あ、本当ですか。シャンプー指名料取られるの。取られないと思います。シャンプー指名と、あと何があるの。何指名があるの。はい、それぞれのなんか施術によってこの子がいいって言ったら多分通してくれますよ。あ、そんなあるの。全然ありますよ。すごい。だからカラーはこの子がいいって言ったら、はい、大体つけてくれますよ。あ、そうなんですか。え、散髪どこでやってんの。錦糸町です。錦糸町の、いや違う、美容院。はい。え、家から2分ぐらい。でも美容院行ってるの、ちゃんと。はい、これは男が来たばっかですね。え、それいくらなの。美容院5,000円ぐらいですか。あ、やっぱ5,000円ぐらい、うん、え、頭洗ってくれるの。頭洗います。あ、そうなの。普通洗う。いやいや、メンズのなんていうの、あの美容室だと頭洗わずパパッと切って終わりですみたいな、うん、その代わりに 2,3,000円なんですよ。いや、あるやんか、ね、今1,000円ちょっとのやつもあるけど、あれはちょっと怖いやん。そうですね、なんか1,000円カットみたいな、1,200円カットみたいな怖いんで、うん、3,000円ぐらいでちゃちゃっと本当にやってくれて、うん、また洗いませんでみたいな、うんうんうん、帰って洗ってくださいねみたいな方が僕は
もういいから面倒くさいなって。じゃあ理髪店なんですか。そこの方が僕はそっちです。ダメですね。いやいやダメではないんです。ダメじゃないですか。でもなんかほら女の人モデルな美容院行った方がいいって言うじゃないですか、女性はね。そうですね。そうですよね。じゃあ恵比寿もまた行きますよ。ぜひぜひ。何がおかしい。いや前回も言ってた。いや言いますよ。それ言いますよ。それは番組ですから。失礼じゃないですか。そんな誰が行くねとか言うのにね。また行きますよって行かへんけど。行かへんけど。行かへんけど。いや行ったら嫌かなと思うんですよ。いい。なんか嫌でしょ俺が来たら。何ですか。なんかまあ喋ってたら。まあ気になるずっと周りの人に、ね。喋ってくれる人がいい。で隣の人喋ってええの？全然喋ってない。たまにひでまんのっておかしくない？いますよ。え、いる？たまにいます。女の人しゃ女の子やって、はい、たまに横の女の子に喋りかけてもええの？あかんくない？あかんくはないんですけど、うん、たまにいらっしゃいますよ大阪とかだったら。大阪はね、でも恵比寿でしょ？恵比寿でどうでっかみたいな。どうでっかとか嫌そうですね。ね、そうですね。なんか期待嫌かなと思って行ってみようと思う。すぐ行きますよ。すぐ。他なんかやってくれるの？髪の毛切る以外。ホワイトニングと。すごい。はい、歯の？歯と爪と。ちょっと、はい、切ってながらも歯もやってこうやってんの？あ、そうです。すごい。もちろん別工程ですけど。あ、工程別なの？切った後に眉毛して、シャンプーしながらこう寝てるじゃないですか。トリートメントしながら眉毛して。あ、工程は一緒やんじゃん。入ってるってそう、まあ、入ってるって感じなんです、うん、ホワイトニングも爪のケアも、ホワイトニングは何切ってる間に歯出してるの、いいみたいな、切ってシャンプー終わってドライヤーするじゃないですか、はあ、その後にセットする前に歯するんです、へえ、じゃあもうそれ全部セットにしました、はい、もう何もとりあえず入れといてって言ったらどれが時間はまずどれがかかる、1時間半です、え、そんなに済むの、そう、カラーとかパーマしなかった、いやもう分かる1時間半で、あ、そうなんて、うん、よ、安くない、あ、安くないって金額気になるわ金額は、はい、6個するんですよ、そのカット、はい、眉毛、スキンケア、はい、ポイントメイク、スキンケアも、ポイントメイクは男性もポイントメイクいないや、私男性専門なんです、どういうこと男性専用でポイントメイクするの、男性は眉毛描いたりとか、あ、大事じゃないですか、うん、はいはい、こんな感じで、うん、何でしたっけ、髪の毛、はい、眉毛、スキンケア、ポイントメイク、ホワイトニング、爪で6項目、はい、それで1万5000円です、安い、それは安い、安いすごい、で、何デートとかもしてくれるの、デートのオプション、あの、オプション、オプション、奥井さんと当たり前ですよ、奥井さんとその後ちょっとご飯行こうよとかあるでしょ、それ男性専門やから前払いでいただけると、前払い別にええけど前払いでも、なんで前払いなの急に別に後払いでもええやん、それ何かあったかいるから、何かあったの、何か逃げられたの、逃げるよ、何もないっす、前払いで払いますよ、え、前払いであるんだろ、どこまでしていいのじゃあ、まあ、あんまそう言わんほうがええじゃん、ほんまに、ほんまに来るんですよね、ご相談とかご飯ぐらい、ご飯ぐらいは行くの、何ですか、お客さん、うん、人によりてる、したいじゃん、いやいや基本行かないです基本行かないから、ね、行ってもらったらもうすごいちょっとこうね、好感度がいいってことですよね、そうですね、ぜひ皆さんちょっと挑戦はしてみてください、安いよ、1万5000円安い、本当に安いと思います、本当に安いよ、ホワイトニングまで入れてね、ホワイトニングだけで大体1万円とかね取られるとこありますからね、そうですね、歯医者さんだったら取られる、そうですよね、私はセルフホワイトニングなんで、あれ、どういうこと、セルフでも2、3000円しますよね、何セルフ、もうちょっとすると思います、あ、そんなセルフ、4、5000円ぐらい、セルフって何、自分でやるの、そうです、え、あ、自分でやるの、あの、機材は浮いてるんですけど、ああ店で全部できるんですよ、それが、うん、歯医者さんだったら、うん、塗ってもらってみたいな感じなんですよ、あの、取ったりとか、ああ、うん、でもそこは自分でやってもらってやってくださいみたいな感じ、お手伝いはしますみたいな、で、爪もやってくるでしょ、爪もやります、それは安いと思うんで、はい、でチョコリエールも食べれるでしょ、そこでチョコリエールもね、もしかしたら出てくるかもしれませんねということで今回ご紹介する商品はチョコリエールなんで、すいませんこれで終わらへんこれこっからですチョコリエールちょっと紹介してください、はい、紹介します小麦全粒粉を使ってじっくりと香ばしく焼き上げたスリムなタルト型のダイジェスティブビスケットにマイルドなチョコレートを充填
あ、充填ですよ。充鎮じゃないですかね。充填したチョコビスケットです。くつろぎのひとときに風味豊かな味わいをお楽しみください。はい、ということでちょっと開けてください。はい、そっち開けてね。縦開けやめてくださいね。難しいそこそこ結構切れました。あー、すごい、そう、切り開けました。何本入ってますか、一袋に。2本。あ、じゃあ、はい、一袋ですね。はい、それは縦開けて大丈夫ですよ。これは別に大丈夫です。これ難しいかも。これ難しいと思う、それまでやってたら。じゃあちょっとひろとみさんから簡単に。美味しいでしょ、どう考えても。うん、どう考えても美味しいですよ。これさ、俺、中チョコを白いにしてほしい。ないですよね、これの中ホワイト。これホワイトにしたら、これ昔コーヒーやったよね。 あったね。コーヒーありました。コーヒー味あったわ。今もないんですって。色違いのありますよね。あ、違った。あ、そうですね。何色違いで。え、2袋に色違いの、うん、チョコとコーヒーが。そう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 。ダブルで。ダブルで。あ、そう。どっちもね、交互に食べてた。いや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 、すごいね。コーヒーあったんです昔。うん、それホワイトあった。僕ホワイトって絶対、僕ホワイトチョコ派なんですよ。どちらですか、茶色？黒。そうですか。黒。え、ホワイト食べないですか、あんま。ホワイトは。ホワイト、いや、茶色、板チョコとかもあるね。あー、もうホワイトチョコ苦手です。え、なんで？ホワイトチョコ苦手な人いるの？なんかあんまりえ、嫌いじゃない？嫌いはない。けど、茶色派、普通の。じゃあ、チョコは明治と、ガーナやったとこ、あれ、ガーナと。明治派。うん、明治ってどういうこと？あ、料理と。あ、びっくりした、何に使うの？何？やからわからん、ちょっとね、なんか変なプレイに使ってるんだったらみたいな。どういうこと？いや、わからないです。あ、そうですか。あー、僕ガーナなんですよ。なんかさ、ガーナ箱やん。で、明治って紙、銀の紙。いや、もうその時点で俺は箱の方がいいんちゃうかなって僕思うんですけど。しかもガーナのホワイトが美味しいんですよ。へぇ、はい、食べてみてください。あんま売ってないですけど。あんま売ってない。あんま売ってない。明治のあの銀のやつ、銀に入ってるやつのホワイトもあんま売ってないね。見ない。あんま売ってないですよね、茶色ですもんね。でも、海外から来た人が一番お土産で買って帰るのは2位か3位が薬なんですね。1位チョコレートですかね。日本のチョコレート安いんですよ。でも確かに海外行ってお菓子買ってチョコ買おうと思ったらめっちゃ高くない？高い。もうヨーロッパ行ってチョコ買うと800円ぐらいするやん。投げつけようと思うやん、あんなもん。8個買えるやんみたいな、日本やったら。僕ほんま思うさ、あれ。だから海外の人はチョコレート一番買って帰るんですって。で、2位かなんかが薬なんですって。日本の薬は安いし安全って言って。もう何もチョコが一番安いらしいんで、はい、皆さん、日本のチョコは安いんです。ぜひね、味がボリボリ横で葉っぱ見てください。美味しい、美味しいです。ということで、ぜひ皆さんチョコリエル食べてみてください。ではまたお会いしましょう。さよなら。